かそのスピードなら一緒に行けばよくね。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回はスライムを倒すっていうところからやったね。スライムを倒して仲間にするというところからかな。はい、プリズニアンと共に、まあ共にっていうか戦うのはプリズニアンだけやけど、頑張れ。でもってやっぱり体力とかは出てこんのやね。そういうもんやったっけな、ドラクエは。あ、スカウトしてない。レベルは上がった、レベルは上がったけど、ちょっと待って、もう一回。ん、なんだ、ほー、すごいっちゃ、本当にやっつけちゃうなんて。あ、戦えっていうだけやったよね。あ、モンスターを使って戦えってことか。でもモンスターマスターの力ってのはこんだけじゃないはずだっちゃ。あ、次は仲間にするってこと。出会った魔物をスカウトして仲間にできるって聞いたことがあるっちゃ。あ、じゃあスカウトせんで正解やったよね。確か戦闘中にスカウトを選んで仲間にしたい魔物を決めればいいはずちょ。そうすると仲間の魔物がこっちの強さを見せつけるように攻撃を始めて、相手がその強さを認めればスカウト成功、お前の仲間になるっちょ。うまくいかないで相手を怒らしちゃったら諦めて次の戦闘で再挑戦だっちょ。ともかく根気よくやるのが大事だちょ。さあスカウトやってみるちょ。お、仲間モンスターの HP と MP が全回復した、ありがとう。んじゃあまたスライムで同じ場所におるね。へい、次を仲間にするよ。さあプリズニャン頑張って力を見せつけるんだ。レベル2に上がったからね。はい、え、どうよ、そういえば1匹しかいないんだよな。お、やった、スカウト成功。じゃあスライムのスラで。すごい飲み込みの速さだっちょ。その調子でガンガン魔物を仲間にするちょ。どうやらお前はオイラの想像以上にとんでもない才能の持ち主みたいだっちょ。あゆな、オイラ自身の長らにその力を貸してくれないかちょ。オイラたちは趣味の機械いじりをしながら平和に暮らしていた種族だったっちょ。なのに大食王暴食って魔物がオイラたちのウッドパークに来て、オイラや仲間たちをさらって大ぐらいに要塞に閉じ込めたんだっちょ。なんとかオイラは命からがら逃げることができたっちょが、まだオイラの仲間たちが大ぐらいに要塞に捕まってるんだっちょ。オイラみんなを助けてやりたいっちょ。でもオイラだけじゃ無理なんだっちょ。だからそのためにお前の力を貸してほしいんだちょ。この先にあるウッドパークで待ってるちょ。絶対に来てくれだちょ。お願いだちょ。ちょっちょちょっちょ、うるさいな。待ってるちょー。てかそのスピードなら一緒に行けばよくね。さあ、ということだ、ウッドパークへ向かおう。どん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 仲間にしていくぞ。ほらほら、アルミラージー、ほいほい、アルミラージースカウトします。2匹になったけんね、スカウトアタック。あ、そうだ、あ、てか体験版で思ったけどキラーパンサーいないんだ、つらい。スカウト失敗だし、マジで。うわ、怒った、お怒りだよ。頑張ろ。あ、スカウトできない。じゃあ頑張って戦うんだ。何戦うんだよ。スライム頑張ってよ。お、強いじゃないか、プリズニャンね。お、ふさふさの毛皮を手に入れた。やったね。ということで、え、これはあれかな?まだ、は、乗れない。なるほどね。何かしら教えてもらってからじゃないと乗れないってことなのね。なんてことだ。普通にスッと乗れるものだとばかり。アイナ、来てくれたかちょ。まず、パークの様子を見てくれっちょ。なぜすぐ隣にいる?ほら、みんな暴食に捕まって、パークはもぬけの殻に見えるっちょ。マジか、そういうストーリーがあったのね。でも、運よく捕まらなかった仲間が4人くらい残っていたはずなんだちょ。
その中にはオイラの親友ジャックもいたんで、お前のことを紹介しようと思ったのに。ジャックのやつ、暴食が怖くてどっかに隠れているようだっちょ。お、なに？あ、お前の頭のそれリアクターだっちょ。そうだっちょ、そいつを使えばいいっちょ。お、隠れてるのがわかるってこと？てかノチオラってでかいな。リアクターにはサーチ機能があったはず。それでジャックを探してほしいっちょ。本機のサーチ機能を起動します。下画面右下のボタンをタッチしてください。はい。お、なんかおる。何かが中に隠れているようだ。ウッドパークに残されていた謎の樽。耳を澄ますとガサゴソと音が聞こえてくる。お、リアクターポイントを1個以上調べたものに送られる称号。駆け出し観光客。え、観光？こいつか。うわ、見つかってしまったっちょ。やめろっちょ。捕まりたくないっちょ。え、暴食の手先じゃない？ジャックを探しているだけだっちょか？知らないかって言われても、ジャックが隠れたところを見てないっちょ。なるほど、こいつはジャックではなかった。他、この辺の箱とか。あれ、怪しいと思ったんやけどな。木の上。や、あ、なんだ？何かがいる。大樹。パークの中心にある大きな樹木。その枝を使って屋根が作られている。全然違ったわ。え？あ、ん？なんかいっぱいあるぞ。あ、宝箱。アイテムが入っている頑丈な箱。箱に鍵はかかっていないようだ。じゃあ後でいただきます。手製の演算装置。ガラクタから集めた機械の部品を組み合わせて作った手製の演算装置。こっちは？アイテムが入っている頑丈な箱。箱に鍵はかかっていないようだ。ん？まだいる？違う。大樹の泉。根の隙間から湧き出ている泉。後ほらたちが飲み水に使っている。おー、いなくないっすか。え、いないんだけども。ちょ、待ってね。宝箱ゲットするよ、とりあえず。よいしょ。はい。60ゴールド手に入れた。ごめんね、誰かの貯金だったりとかする？ちょっともう一回、あ、これは、何かが中に隠れているようだ。これだな。ウッドパークに残されていた謎の箱。耳を澄ますとガサゴソと音が聞こえてくる。おーし、人間に聞こえるぐらいだから、暴食にはもっと聞こえるんじゃないか？こいつか？くそ、見つかったか。目ざといやつだぜ。おとなしく捕まってたまるか。こうなったら精一杯抵抗してやるぜ。って、捕まえに来たんじゃない？こいつ配合のやつよね。そいつはリアクター。もしかしておめえレジスタンスか？レジスタンス。え？あなたも違うのですか？ジャックはこれ？何かが中に隠れているようだ。なるほどね。また樽が。てかこの辺にさっき宝箱なかった。あ、これだ。へいへい。開けてくよ。魔物の餌を手に入れた。やったね。ってことで次。あっちの怪しげな樽。これで3匹目。はい。次こそジャック。え、絶対違うやん、女やん。私に触るんじゃありませんわ。触っていいのはダーリンだけ。誰やねん。え、暴食の手下ではない？それは超失礼いたしましたわ。超いらん。なんだこれ変なの。じゃあ他は？あ、これ、こっちの箱？何かが中に隠れているようだ。なるほど。最後になってしまった。どうよ。もはやこれまでか。このジャック、かくなる上は。なんだなんだ。お。え、これ？落ち着くっちょ、ジャック。オイラだちょ。逃げてきたんだちょ。親友っていうけん、同じようななんかワンパク坊やかと思ったら、羊みたいなん出てきたんやけど。おう、ノチョリンか。我が友よ、よくぞ無事で。ノチョリンって言うんや。ほら、お抱え羊やん。さすがはハヤテルノチョリン。あの大ぐらいに要塞から逃げ出すとは。ノチョリンよ。一緒にさらわれたキングはどうなさっておいでで。キングもさらわれたんやね。キングが逃げ出すのは無理だっちょ。誰かが助けに行かないとダメだっちょ。ああ、おいたわしや我らがキング。己の非力が憎いですぞ。
嘆くなっちょ、ジャック。オイラが秘密兵器を連れてきたちょ。私か。アユナはモンスターマスター、きっとキングたちを助けてくれるっちょ。おお、あなたがキングを救出してくださると。なるほどね。メインはもういきなり異暴食なんや。なんとありがたい、なんと頼もしい。このジャック、感激の極みですぞ。お、それではまず、あそこにいるエースの話を聞くのがよろしいかと。彼の話は必ずやあなたの役に立つはず。話を終えたらまた私の元へ来てくだされ。なるほど。エースくん。みんな結構個性的よね、格好が。全員一緒かと思いよったけど。よ、おめえを待ってたね。俺ん名はエース。よろしくだぜ。話は聞こえたぜ。キング救出のため、おめえは大ぐらいに要塞へ行くんだろ。すごい大声で話しやんかな。まあ、みんなおらんシーンとした場所やきに聞こえるんか。そういうことなら、おめえのリアクターを俺と通信できるようにしてやるぜ。お、マジで？俺はこっから通信でおめえをサポートする。さあ、そいつを渡すんだぜ。やった、便利になる。これでおめえと通信できるはず。ちょっとテストしてみようぜ。お、よーしよし、ちゃんと通信できてるな。さすがは俺、いい仕事するぜ。自分で言うな。なに、テレビ通話すか。そういや、ステルスボックスセンサー壊れてたんで一緒に直しておいたからな。え、センサー壊れとったん。見えない宝箱が近くにあったらリアクターが反応するはずだぜ。なるほど、まあ見える宝箱やったもんね、今回の。それじゃジャックのところに行ってくれ。あいつなら門の前でおめえを待ってるぜ。門の前。なんだなんだ、もう旅立たせる気満タン、満タン。満々じゃねえか。ん？ここの二人がカップルってこと？おう、どうやらエースの協力を得られたようですな、アイラ殿。まあでも見た目的には合ってるよね。肉希望色組の住む大ぐらいの要塞はここから南東にありまする。南にある岩のアーチから道なりに進めば大ぐらいの要塞は見つかるはずですぞ。それから旅立ちの前に我らが王妃クイーンからの贈り物をお受け取りくだされ。あ、やっぱり羊とクイーンなんや。あの、私のダーリンキングのこと超よろしくお願いしますわね。こういうキャラ体験場におったっけ。奥さんおるんやキング。これ超使ってくださいませ。装備すれば超役に立ちますわ。力の指輪を手に入れた。いいねいいね。じゃあ力の指輪を、うう、装備しておこうか。プリーに力の指輪。はい。じゃあこれで旅立とう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。